皆さんこんにちは、フィットネスメイトのヒロです。今回は4分で腹筋を追い込むトレーニングを皆さんと一緒にやっていきたいと思います。で、今回はですね、トレーニング結構ハードな内容になっているので、皆さんのペースで結構ですね、ご自身のペースでやってみてください。なので皆さんが目指すのは自分の一番です。誰かになろうとする必要はありません。皆さん自分の一番になっちゃってください。まずはクランチからやっていきましょう。みぞおちとおへそを近づけるようにしていきます。イメージで言うと上半身をぎゅーっと縮こませると上体が軽く上がってる状態です。上体を無理に上げようとしなくても大丈夫です。残り3秒2、1、 OK。 10秒間休憩していきます。次はサイクルクランチです。左右に上げていくんですが、これも同じように腹筋を収縮させることを意識していきたいので、肩甲骨が軽く上がるだけで大丈夫です。この時膝を近づけるのではなく、肩甲骨を膝の方に近づけるようにしていきましょう。常にお腹の収縮を感じれるように、みぞおちとおへそが近づくような感覚でやっていってみてください。ナイス、いい感じ。 OK です。10秒間休憩していきましょう。さあ、このあたりからお腹が痛くなってきたんじゃないでしょうか。じゃあ続いてレッグレイズやっていきます。おへそ、みぞおちを近づけて、肩甲骨が少し浮いてる状態をキープして、両足を上げ下げしていきます。両足をなるべく伸ばして地面につかないようにしていきましょう。めちゃくちゃきついですよね。でもここから皆さん自分の一番、自分の一番になるために頑張りましょう。ナイス。OK、 10秒間休憩していきましょう。じゃあ続いてレッグフラッターズやっていきます。レッグレイズと基本フォームは一緒です。両足を左右交互に次は上げていきます。常にみぞおち、おへそ近づけたまま、このあたりから腹筋がもう痛すぎて悲鳴を上げたくなるかもしれませんが、皆さん最後まで追い込んじゃってください。かっこいい体は自分で作ることができます。残り3秒2、1。OK! ナイス。10秒間休憩していきましょう。じゃあ次はクランチをもう一度やっていきます。おへそ、みぞおち近づけると上半身が軽く上がる。そうなんです。腹直筋を収縮させることを意識してください。おへそ、みぞおち近づけると腹直筋が収縮する。すると上体が少し上がっている。このままキープしていきましょう。残り5秒です。4、3、2、1。OK! 10秒間休憩して、次はプランクしていきましょう。しっかりとお腹に力を入れて、体操選手のようにピタッと止まってください。なるべくゆっくり呼吸しながら、そして足、お尻、体、すべてがタイトな状態をキープしていきます。そのまま残り10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1。OK! 10秒間休憩していきましょう。次はレッグレイズ、もう一度やっていきます。皆さん、今頑張ってるこの積み重ねが将来めちゃくちゃかっこいい体を作ってます。一日で体はできません。毎日コツ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 と積み重ねていきましょう。その方法は今全力で頑張るんです。筋トレはクレジットカードと同じ、1ヶ月後に成果が出てきます。残り3秒2、1。OK! ナイス!じゃあラスト、イン&アウトやっていきます。この時に大切なことは、お腹で上半身、下半身すべてを支えることです。お腹収縮させたまま、お腹で全身を支えて、足を伸ばして曲げて、伸ばして曲げて続けていきます。なるべく地面につかないようにしましょう。お腹に力を入れ続けてください。わかります。マジできついです。残り3秒。2、1。お疲れ様でした。めちゃくちゃ効いたでしょ。これやばいと思います。ただ今日頑張ったこの腹筋は必ずあなたの未来を変えていきます。最後までご視聴ありがとうございました。